プレミオ・ザスコ・アウダックス通称、アウダックスは、ブラジル・サンパウロ州・オザスコを本拠地とするサッカークラブである。1985年に7歳から14歳までの子供たちにスポーツする機会を与えるという社会的な事業の一環として設立されたことに始まる。2003年には、14歳から17歳までの子供たちに、最もブラジルで盛んなスポーツであるサッカーをする機会を、 与えるという、またも、社会的な事業の一環として、コンプレベン・サッカー・ハイを行う。参加者七万人の中から七十二人が選ばれ、ポンジ・アスーカル・ EC の U－ 十五から十七を形成。二千四年から、カンピオナー・トパ・ウリスタ・ U－ 十五から十七に参戦。当時のクラブ名は、ポンジ・アスーカル・エス・ポルテ・クルー。米で、頭文字を取って、パックと呼ばれていた。2007年から プロのサッカークラブに移行した。2011年7月に、クラブ名を、アウダックス・サンパウロ・ EC に改名。2013年にカンピオナート・パウリスタ・セリエ A1 へ、昇格。2013年9月22日、バンコ・ブラデスコの社長及びグレミオ・エスポルチーボ・オザスコの副社長を務めるマリオ・テイ・シェーラが、チームを買い取り、オザスコへ移転。 チーム名も現在のクレミオーザスコアウダックスへ変更された。なし。ありがとうございます。